はい、ナマステ。このビデオでは、国際交流基金ニューデリー日本文化センターの、行動中心アプローチのコースについてお話をしたいと思います。はい、まずですね、行動中心アプローチっていうのは、ヨーロッパで2001年ぐらいですね、2001年に、コモン・ユーロピアン・フレームワーク・オブ・リファレンス、欧州共通参照枠っていうね、そういう名前で、始まりました。はい、今2001年ですから今から20年以上前のことですね。はい、でヨーロッパ以外のところはですね、今ちょっとここに日本がないことに気がついてほしいんですけど、JF スタンダードっていうのが2010年にできましたね。はい、もうこれも10年以上前です。はい、これで行動中心アプローチで、やることになりました。だけど国際交流基金は日本の日本語教育だけは、やらないことになっています。海外の日本語教育の、支援をするのが国際交流基金なので、この時はまだ日本は入っていませんでした。はい、じゃあ日本はどうしたのかっていうとですね、2021年ですね、2021年に、文部科学省の中の文化庁というところが、日本語教育参照枠というのを作りました。でこの中に、はっきり行動中心アプローチって書いてありますね。はい、ですからもう今で、最初にヨーロッパで始まって、そして日本以外の全世界で、使われるようになって、そして今では日本でもこの行動中心アプローチがスタンダード標準になっています。はい、じゃあこのコースの日時はいつかっていうとですね、今年の11月2日から12月28日までです。だけど、この、ね、28日は予備日なので、もしスケジュール通りに進めば28日は授業はありません。でももしかしたら1回ぐらいは何かオンラインでね、サーバーが動かないとかそういうことがあるかもしれないので、28日を予備日、スペアデイとして、入れてあります。はい、時間は、ちなみに水曜日です。これは毎週水曜日ね、毎週水曜日ですね。はい、でインドでは午後の5時30分から、日本では午後の9時から、1時間ですね、60分間の時間になります。はい、じゃあこれやってる人は誰かっていうとですね、こういう怪しい人ではなくて、国際交流基金のニューデリー日本文化センターになりますね。はい、中でも私がこのコースに関しては私が、中心的に担当をしています。はい、じゃあ誰のためのコースかっていうと、これはインドで、日本語を教えている人、あるいはこれからインドでね、これから日本語を教えたい人、先生になりたい人、その人たちのためのコースです。だけど、このコースはですね、日本からも日本人も、参加していいということになっています。でただその場合はこのインドの日本語教育を、支援してくれる人、助けてくれる人ね、そういう人に、そういう人ならもう大歓迎なので皆さんに入ってほしいと思っています。はい、でじゃあ実際にはですね、どういうことをやるかっていうと、一番ね分かりやすいのは、これですね、ちょっと待って、これ動く、はい、動きますね。はい、あれ、ごめんなさい、動かない。はい、今ちょっとここで見えてますけど、はい、こっちの上持ってきましょうか。はい、ですね、これは実際に2021年のこのコースの参加者の人が作ってくれたコースの一部ですね。はい、でこういういろんなコースがあります。でこういうコースを作ってもらうことが、最終的な目標になります。ここに仕事系ってありますね。仕事系の中では寿司屋のホールで働く人っていうのもありますね。あと、冬の北海道のリゾートホテルのフロントで働こうとか、図書館員の、ね、ボランティア、こういう人たちのためのコース、そういうものです。これが仕事系としてはそういうもの。それから趣味系っていうのもあります。趣味系って言ってもいろいろ運動をやる人もいるし、運動を見る人もいるし、それから音楽をやる人もいるしね、それから旅行をする人もいます。はい、でこういう人たちもそれぞれのコースが作っているわけですね。
はい、そして生活系っていうのもあります。生活はまあいろんなケーキでね、すみません、ケーキ店で、誕生日のバースデーケーキを注文するとか、いろんな生活の、コースも開発されています。そしてそれ以外にここはね、この2つは今では留学系というふうにしていますけど、留学生のためのコースとかも、開発している人がいますね。はい、実際にはこれさっきのね、この、QR コードで、この中身を見ることができますので、実際これを見てもらうとイメージができると思います。はい、でね、じゃあ実際にどういうことをやるかっていうと、まず最初に他の人はよく知らないけど自分は知っていること、例えば病院で働いたことがあるとかね、でもそれだけじゃなくて病気になって入院したことがある、そういうことも他の人は知らない人が多いですよね。まあ健康な人はあんまり、そんなに入院とかしませんから、だからそういうことでもいいです。あとはもちろんね、こういう空手練習していたことがありますとか、そういうことでもいいです。でこの場合は別に空手を教えることができなくても全然大丈夫です。空手でどんなことをするのか、まあ、例えば道場に行きますとか、それからこの稽古のね服に着替えます、稽古着に着替えますとか、それから練習の種類もいろいろありますよね。はい、で終わった後でまた多分シャワーとか浴びて、着替えてそして帰りますとか、まあ、そういうそのどんなことをするかが分かっていれば別に空手を教えるレベルじゃなくても全然大丈夫です。はい、でそしてですね、いろんな、その人たちの行動のリストを作ります。つまりその、空手の道場に行く、着替える、練習する、練習が終わったらシャワーを浴びてもう一回着替える、そして家に帰るとか、そういう行動のリストをどんどん出すわけですね。でそれはそのままではキャンドゥステートメントって言ってその、コースを作る時の材料にはちょっとしにくいんですね。それでキャンドゥステートメントというのを作るんですけど、その時にはその行動に場面、どんな場面とかどんな話題なのかで、どんな条件があればそれができるのかとか、あるいはその時に話したり聞いたりする内容はどういうものかとか、でその時に実際にどんな行動をするのか、それを書いて、それを、Can Do Statement CDS というものを書きます。まあ、最後にできるというのをつけるんですけどね。はい、でつまり行動リストからこの Can Do Statement のリストを作る。はい、そして最後にその Can Do Statement を並べて実際のコースを開発するわけですね。コースのそのデザインを作るわけです。コースデザインをね。でその後で私の方から実際に授業の、その行動中心アプローチの授業はどういうことになるのかというのをいくつか例を示しながらご紹介する日が来ます。そういう週が2週間ありますね。はい、でその後で実際に皆さんにここまでにね、皆さんはどんな行動のコースにするのか、そしてそこで教えるキャンドゥステートメントはどういうものがあるかっていうのができていますから、そしてそれに従ったコースで使う教材を作ってもらいます。ここは結構、大変なところですね。皆さんには頑張ってもらうところになります。はい、そして最後に発表会がありますね。プレゼンテーションをします。はい、でまあこれが大体の流れですが、もしねこれを本当に最初から最後まで皆さんが頑張ることができれば、本当にこういう感じでね、もうこのドアを開けたところにすごい新しい世界が広がっていると思います。特にその今ね、日本で中心的に使われている教科書は、まあちょっとオーディオリンガルのもうまあ30年とか40年とか昔の考え方の教科書ですから、それに慣れている人がこの行動中心アプローチの勉強をしたらですね、本当にこういう全く違う世界に入るような感じがすると、思うだろうと思います。はい、興味のある人、参加してみたい人はぜひこの、JFND、アクションオリエンテッドアプローチ2022年の、レジストレーションの、ウェブサイトで、申し込みをしてください。で、もちろんね、この QR コードで、これを、スマートフォンでスキャンして、そして申し込むこともできます。はい、それではこのコースの説明はここまでになります。フィルミレンゲー。